牛乳パックの後片付け、以前は潰してなかったり中で牛乳がこぼれてたりして袋がいっぱいになっていることがよくありました。まず飲む時です。袋のゴミが落ちやすいのでストローのところに巻きつけたりキュッと縮めたりして子供たちは工夫して飲んでいます。小さい袋を用意してそこに入れていきます。牛乳を飲み切ったらストローを捨てて両脇と下を外します。これをぺったんこに潰します。この時飲み口を必ず上にしましょう。そのまま青い方が上になるようにして入れるとこぼれることがありません。食器を置いて両手で入れていきます。お友達が次来たら開けてあげている親切な人もいますね。こうやって両手で入れていけばきれいに入っていきます。最後の方は特に入れにくくなってきます。もちろん端からは入りませんので真ん中からまっすぐに入れます。でも食器を置かずに適当に入れているとこんな風にバラバラに袋を押し下げてしまって飛び出してしまうことがあります。でも見つけた子どもたちが一生懸命入れてくれます。こぼれた牛乳を拭いてくれる子までいて、自然と片付いていっています。これで35人分、40人分ぐらいは入ります。配膳室に大きな袋を置いておき青い方を上にしてねと言っておくと子どもたちは一生懸命こんな風に詰めていってくれます。これも後になるほど入れにくくなりますが間を空けてぎゅっと押し込んで最後の端まできれいに青い方を上にして入れてくれます。これでこぼれることもなくなり300人分が一袋に入るようになりました。全校生600人分入れたこともあります。